タンバ、コミュニティネットワーク特定非営利活動法人タンバ、コミュニティネットワークは、兵庫県タンバ市の一部を主な放送区域として、超タン放送を行う特定地上機関放送事業者である。805タンバの愛称で、コミュニティ放送をしている。無線局呼び出し名称は、タンバ、コミュニティ FM コールサインは、ジョズ 7BMFM である。コミュニティ FM 放送局として、 全国では314番目の開局で、近畿地方では35番目の開局となる。演奏所は、丹波市氷上町支編にある、古民家を改造している。送信所は、市内の3カ所にありやす、前山、高谷山、イタリ山に設置されている。番組は、音楽放送も含め6時22時の放送。平成31年4月には、 丹波市との防災協定を締結している。丹波警察署からの情報をもとに、交通安全情報や犯罪情報を放送している。日本コミュニティ放送協会会員。インターネット配信は J 芝インターネットサイマルラジオによる。自社制作番組以外は、ミュージックバードの番組を放送。開局から2019年7月の番組編成改正までは、 完全自社制作の体制をとっていた。東方総局は、経理、事務、営業などの一部を除き運営のほぼすべてを、地域ボランティアが担っており、パーソナリティ、編集、レポーター、技術に至るまで一貫して、運営に関わる体制である。パーソナリティは、丹波市とその周辺地域に在住している、ボランティアパーソナリティが当番制で交代しながら、平日朝、 有の放送を行っている。技術部に至っては、日常的な保守点検から工事、修理に至るまで一貫して、自局で補える体制ができており、コミュニティ FM 放送局としては、全国的に見ても稀で非常に高いレベルの技術体制が整っていて、毎月の点検や、障害対応、放送局の無線従事者などを、地域の技術ボランティアが支えている。 毎年9月の誕生祭と年末年始には特別番組体制が組まれ、放送局全体でイベントを催すのが恒例となっている。有料番組と市民制作番組の2種類があり、前者は法人、企業向けであるが、後者は一般市民が年2回程度無料で開かれる養成講座を受講し所定の教育機関を経て放送をすることができる。 放送局の技術部やパーソナリティなどのメンバーを中心でアマチュア無線局の丹波コミュニティ FM アマチュア無線クラブを開設しており不定期的ではあるがアマチュア無線を運用し広報活動や当局と連携した地域防災活動非常通信訓練を実施しているこれらの他にも自社制作番組があり土日の時間帯を利用して再放送を実施している 放送対象地域である兵庫県丹波市の約80%が受信地域となっているが丹波高地という複雑な地形から下記の通り俯瞰地帯が市内に数カ所存在する精密同期放送を実施していないため春日町の黒井地区周辺や日上町佐野浅坂地区の一部において送信局間の干渉渾身が発生している同期放送には数百数千万単位の費用が かかるため実現のめどは立っていない。解決方法として、同局では高性能アンテナの導入やラジオ受信機の位置変更などをアナウンスしている。しかしながら、送信書及び中継書が市内要所の山頂に設置されているため非常に広範囲で聴取できる。電波電波シミュレーションソフトを用いたエリアマップ図を公開しているのも特徴である。 同局の設備概要によると、近畿地方のコミュニティ FM 放送局内でトップクラスが課長範囲とのことである。これ以外の地域からでも高性能受信アンテナなどを用い、高所に移動すれば、近畿地方北部から近畿地方中部に至るまで広範囲で受信することができる。東放送局ではベリカードを発行している。丹波、コミュニティ FM 技術部宛に受信報告書。 提出すると、ベリカードと番組表及び設備概要などの資料が送られてくる。ベリカードの発行には140円相当の返信用疑手を同封する必要がある。同局によると可能な範囲でほぼ毎年でリカードのデザインを変更していくとのことである。アマチュア無線クラブ局と連動して更新実績と受信報告書が確認できれば、 アマチュア無線の QSL カードとベリーカードの両方を発行している。アマチュア無線の QSL カードを希望する場合は受信報告書に別途更新日時等を記載する必要があるとのことである。丹波市災害 FM は2014年9月17日から11月30日にかけ同年8月に丹波市を襲った平成26年8月号により 丹波市一島町、前山地区内及び、竹田地区内を放送区域として開局していた、臨時災害放送局であり、805丹波の前身である。周波数は 80.6MHz、コールサインは JOYS7MFM、出力は 15W。丹波市一島町、高谷山に送信所が置かれ、丹波市一島町上竹田にある、先山コミュニティセンターが、 演奏所であった。送信施設があった真横の空きスペースに、現在の高谷山中継所の局舎とアンテナが設置されている。ありがとうございます。